は勝俣博物館です。ジマなくカティキャットです。こんにちは。今日は勝俣博物館がカティキャットにポケモンガホーレのやり方を教えてくれる。そう私もポケモン大好きなので今全部集まってるんだけど、新しいのまだ終わりまでやってないんだけど、サントムーンね、サントムーンまで終わりやってないんだけど、一応ガホーレやったことなくて。そうだね、教えます。ということで、はい、カティさんが僕の持ってるガオールディスクから選んだポケモンはこちら、ゼットアザピカチュウ、ルカリオ、マフォクシー、月光ガ、そしてルナーラとゼルネアス。ということで他のばっかりでごめんなさい。やっぱり自分のお好みで。じゃあ100円まず入れてください。じゃあキン、オッケー。そしたらそこに IC カードがあるからガオールパス、そうそう、はい、で、ごめん、Z リングね、この棒が2つあるところにして、棒が2つ、こっちか、これ、棒が2つの方に、そう、OK、はい、来た、君のデータだ、俺、これサポートポケモンって言って、戦ってる最中、助けてくれるさ、あ、これは持ってない、これは大丈夫、はい、バトルしてゲット、種類が3種類あります。でこれはバトルしないでポケモンがゲットできる遊び方で、これは敵とバトルするやり方。ただこれだとポケモンが捕まらないというか、まあ最後に時間がなくなっちゃう。あ、そう、大丈夫大丈夫、バトルしてゲット、これをやっていきましょう。一番メイン、はい、決定、はい、でコースを選んでください。あ、すげえ、ポケモンセンタースペシャルコース、俺も知らなかった。え、こんなのあるんだ。これはいい。俺もこれが、でも他にもこれとかね、これとかがあるさ。だけどこれ初めて見た俺、ニューね、びっくりした。せっかくなんでそれでいこう。その虹色のスペシャルって書いてあるピカチュウが出てくると嬉しい。あ、これ交換して、もしかしたらこいつが出てくるかもしれないから、はい、交換ボタン押して、さあ来い。ああ、早技ドリンク、攻撃が速くなる、はい、いいよ。そしたら、もう始まっちゃうんだけど、あのね、はい、もうポケモン出てくるよ。何かな、何かな、あ、ラプラス、これは捕まえたい、ぜひ。ほら、ラプラスがいる、すごい。こだ、こだ、あ、グレード2か、3が良かった。これはめっちゃ弱い。はい、ということで、ここになんかゲージがこうやってフワンフワンフワンってなるから、一番フワンってなった時に進めた、あ、まずディスク誰か召喚、はい、ロカリオ、はい、置いて、これ、うん、置いて、そう、そう、はい、そしたらボタン押してください。ちょうどあれだ、電気と格闘だから相手に、来た、ピカチュウ、ピカチュウ、で、ここにゲージがあるからボタンを押して、あの、ぴったりになると、あ、ほら、タイミングを合わせてボタンを押す。これを押すとピカチュウが進んで、いいのか、そう、はい、はい、はい、押して、押して、ダメ、はい、これ、はい、あ、はい、はい、そう、そう、はい、そう、で、ほら、押したボタンの方のポケモンが進んでいくから、ここにね、そう、メガ進化チャンス、はい、タイミング合わせてボタン押せ、同時にね、はい、そう、同時に、え、同時っていうか、はい、はい、来た、大成功、こっち向いて、せっかくだから、よし、強い強い、そう、攻撃ルーレット、虹色、虹色、あ、早い、あー、あー、残念、ボタン連打、ボタン連打して、はい、 OK、 OK って出たら OK、 そしたら、あ、コダックがあとちょっとで死ぬ、あー、残念、ダメ、相手がたどり着いちゃった。あ、そのね、モンスターボールをガチャガチャ回しまくる、勝てる、ほら、ボールを動かしまくる、めっちゃめっちゃ、それじゃ負けちゃう、よし、 OKOK 成功、ボタン連打、ボタン連打、連打、あー、あ、効果抜群、あー、ラプラス強い、お、来た、サポートポケモン、何が来たの、
タイミングを合わせてボールレバーを倒せ。要するに そっちのいる方で倒す。よし来た、不思議バナ来たよボタン連打だよ、うん、攻撃するときは必ずボタン連打。はい、オッケー、よっしゃ効果抜群だ。よしできたよ。さあゲットタイム。大丈夫、見てればわかる。マスターボールをめがけてボタンを倒すんだ。早い、ボタン倒して、あ倒す、あボタン押すでもできるんだ、初めて知った。そのモンスターボールを勝手に投げるんだよ、その手元のね。多分ね捕まるよ絶対。よし捕まった。そしたら100円を入れてラプラスを選ぶ。はいボタン押して。はい、そしたらねゲットチャンスということでね、ボタンをめっちゃ連打できるんだ。でその気合が大きいほどレアなポケモンが出る。そうずっと押しまくってよ、ずっと。はい、まだ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 、あ惜しい。 400% 以上いくと結構レアなポケモンが出やすいんだけど、惜しかった。そうさあ誰が来るかな。マニューラがいるね、マニューラだね。あスペシャルピカチュウ、これはぜひ捕まえたいよ。スペシャルピカチュウは絶対捕まえたい。でこれでもう一回ゲームするには100円が必要さ。あ、はい、OK、そう入れてください。はい、そしたら下からまあラプラス出てるけど、それはまあ後で見てください。よし頑張れ、よし頑張れ。やばい、これスペシャルピカチュウマジで欲しい。格闘、お、そうそう格闘でいけ。よし、オッケー。さあ、虹色。あー連打、連打して。あマニューラ一撃。ピカチュウで、ピカチュウ、青いボタン。よし、オッケー。 Z 技発動できるかも。ほら来た。そしたら Z リング、その持ってる、ボタン押して。はい、そしたら Z リングをマルチスキャナーの上に置いて、はい、リングのボタンを押し続けよう。だからここのボタンを押し続けて、上、え、これ、うん、そう、じゃこっちこっち、こう。来た、ほらレインボーに光ってる。はい、来た、成功、来た。はい、はい、ガイドに合わせてボールレバーとボタンを入れ、これで動きに合わせて上、はい、上、はい、はい、下、はい、はい、はい、来た。ほら連打、 OK。 よしピカチュウが絶対に欲しい。はい、ボールレバーを倒すんだよ、ボールレバー。そうそう、それをめがけて、えい、あーモンスターボール。さあゲットできるか。あー出てきちゃった、やっぱ。あーこれは欲しかった。あそれいらない、いらないにして、横ディスコ出さない。はい、いやピカチュウスペシャル見たかった。さあこれで最後の戦いに行きます。ただ 400% 超えてるから、はい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 来るかも。おアローラロコン、またピカチュウかも。あダメだ、これは弱いピカチュウだ。あーこれも弱いやつだ。でこれは最後にもういらないからポケモンセンターに戻るってして、そうあいつらが欲しかったらバトルして倒せばいいけど、ここであんまレアなポケモン出なかったらやめればいい。で最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるということで、はいラストチャンス、まだ、はい、どこがいいかな、そこ。あ
捕まえたけど俺持ってるから大丈夫出さないこのね上あ大丈夫、はい、あでもかわいいね。はい、これでセーブしてます今。結果発表。はい、これだ。はい、これはガオ、そう。はい、ハイスコア、ハイスコア、出るか。あー、15万2000円。初めてやるね、今大丈夫かな。そう、最後戦ってないし。お休みするんだって。そう、お休み手伝ってくれたから。はい、はい、これまた終わり、これで終わり、また来てね。やばい、楽しいけど、やっぱり初めてやると誰かを説明しないと。そう、間に合わない、間に合わない、そう間に合わない。これはね、海外にはないと思う。残念ながら日本しか遊べないと思う。そう、遊んでよかった。だからケンちゃん、ありがとうございました。ああ、自分のチャンネルでね、ぜひ紹介してやってください。そうだね、頑張ります。はい、子供もやってるので、ぜひ見に来てください。はいそれではまた明日。また明日、バイバイ